イギリス国鉄 8K 蒸気機関車は、軸配置4から6から2パシフィック級の蒸気機関車。設計は、ロバート・リデルスが担当した。1952年のハロー・ウェルドストーン、駅鉄道事故の巻き添えで廃車となった旧、LMS 鉄道時代のプリンセスロイヤル型46,202号機、プリンセスアン号の代替として1954年に、クルー工場で、 デューク・オブ・グロスターと命名された一両のみ製造された。鉄道ファンからはデュークと呼ばれている。全般的には同年まで製造された国鉄標準型7型を基本としているが一部変更点が存在する。中でも特筆すべきが3シリンダーと便装置である。当初は7型を大型化した通常の2シリンダー機として計画されたが馬力に耐えられる構造や 整備の手間を考慮すると、シリンダーが車両限界をオーバーしてしまう可能性があったため、やむなく3シリンダーに変更された。便装置は、ヒーナンフラウド車製のカプロッティ式を採用した。これは、従来型のワルシャート式やスチーブンソン式よりも強力な設計となっていた。しかしながら、無理な構造設計や担当者のやり取りの不備などにより、 設計段階から欠陥がいくつも存在した。特に致命的だったのが肺炎構造だった。カプロッテ式弁装置の激しい蒸気排出に耐えられる大出力のキルシャップ液ーストは当初推奨されたにもかかわらず採用されなかった。また製作費削減のため煙突はスーインドン工場製の既製品の標準的なサイズの二輪煙突が用いられた。 このため性能の割に肺炎が困難となり、牽引力に支障をきたした。また、過失内の肺箱や吸気口のサイズも小さすぎ、風が送られてこなかったため、燃焼不具合を起こした。この構造的欠陥は、後の胴体復元工事の過程で明らかとなった。旧 l m s の北ウェールズ海岸線クルー、ホリーヘッド間のボートトレインで運用されたが、 前述の通り製造時のミスによる煙突や、過失の欠陥により十分に排煙できず、牽引力も不足するなど運転も整備も難重が多く、札付きの欠陥機として乗務員の評価は最悪だった。折氏も、本機が営業運転についた1954年には、国鉄で動力近代化計画が提示され、蒸気機関車は不要な存在となっていった。 そのため、造備は行われず、一両のみの存在にとどまり、設計が特殊かつ信頼性が低かったために、設計ミスの修正も行われなかったことが、たたり早くも1962年には、営業運転から離脱し、わずか8年の活躍に終わった。廃車後の1965年に、鉄道博物館の設立準備委員会によって、保存候補リストに加わったが、 それは本機を特徴づける片側の3シリンダーブロックのみをロンドン国立科学博物館で展示することを目的としたもので残りは廃棄されることとなりバリーにあるデイ・ウッドハム兄弟のスクラップ工場に引き取られたが本機の希少価値を理解していたウッドハムはすぐには解体に着手せず長らく工場の敷地内で放置された1974年にルークオブ グロスター号保存会が立ち上げられ、胴体復元工事が進められたが、本機の特徴である、弁装置を始めた数の部品が欠落しており、復元工事は難航した。この過程で本機の寿命を縮めた設計ミスが次々に発見され、キルシャップエキゾーストの装着や、煙突の大型化など改善がなされ、完成までに13年を要した後、1987年に、 胴体復元が完了した。ここに、旧国鉄で最も強力な蒸気機関車としての持ち前を発揮することとなり、皮肉にも本機を置き換えた40型をはじめとするタイプ4のディーゼル機関車をしのぐほどとなった。本線復帰後のデュークは、現役時代と打って変わって会長そのもので、1995年9月30日から10月3日まで、 西海岸本線で行われたシャップトライアルの上り運用の速度記録を更新し、2803馬力を叩き出して、牽引馬力の記録を更新した。シャップトライアルに参加していた他の機関車のうち、ダッチェス・オブ・ハミルトンは2343馬力、蒸気漏れと急胆不具合を起こしていた、サーナイジェル・グレズリーは1812馬力しか出すことができなかった。 2007年に6月9日に、プレストン発カーライル行きの団体列車として、運用中に、ペンリス駅で蒸気漏れを起こして、運転打ち切りとなり、修理のため一旦運用離脱し、2008年1月に、本線復帰したが、現在では、現役時代と同様の牽引力不足や、蒸気排出の不具合の兆候も現れてきている。発行年順、ありがとうございます。